ソレントに来たらもうここしかないっていうそういうカフェです。ここはバービットリア、ホテルのバーラウンジ、テラスなんですけれども、ハーバルティー、かなりね上質な紅茶を入れてくれる、その場所でも1000円ぐらいですか、でもそのお茶のクオリティもさることながら、ここからの眺望、もうナポリの街を一望できますし、まさにソレントのこう絶壁、海岸線を一望できる、まあそのようないいところにあるんですよ、一番、まあまさに一等地というか、まあ最高級のホテルのカフェラウンジ、バーラウンジ、このテラスが
1杯1000円からということで、まあ、もっと安いメニューもあるんですけどもね、はい、まあ5ユーロから 7.5 ユーロで、1杯のお茶が飲めます。あまり観光客がワイワイいる感じでもなくて、静かでゆっくりした時間を過ごせる、もうソレントはここしかない、そういうカフェです。サルート。いや、あのアマルフィ海岸とソレントを巡ってきました。まあ、結論としてはですね、本当のリラクゼーションがここにあるなと。ナポリは活気があって非常にこうカオスな部分もあったり、ちょっとねそこに圧倒される人も多いと思うんですけども、まあ、電車で1時間半とか、あと船でも1時間行けば本物のリラクゼーションがありますので、ナポリで面食らった方はぜひソレントへ、そしてまたはカプリ、イスキアといいんじゃないでしょうか。ナポリからイスキアと行って、アマルフィコースト、そしてソレントで締めるようになりました。心身ともに癒される、そういう旅でしたね。ただアマルフィコースト、アマルフィ海岸に行く際はですね、ちょっと一点だけ気をつけていただきたいのは、乗り物酔いしやすい人はちょっと注意ですね。まあ、船で移動するにしても、こう絶壁、断崖絶壁にあるアマルフィコーストを移動するにしても、まあ、バスもしくは船、この2択なんですけど、どっちにしてもかなり険しい道をぐにゃぐにゃと曲がりながら行くので、まあ、酔う人はかなり酔うでしょうね。まあ、なので酔い止め、酔いやすい人は酔い止めが必須ですし、まあ、そこら辺移動に気を使ってリラックスする分には最高の場所。またもう空気、景色、ここにはね最高があります。南イタリア、アマルフィ、ソレント、イスキア、もしくはカプリ島での休暇、いいリゾートの時間過ごしたなっていう、そういう感覚です。